えっとまあ、英語の歴史というかちょっと言っておきたいと思います。えー、これメンンバーオンリーオリですよね出版自体は本の2007年かな2007年の6月15日なんですけども英語のアイデアが生まれたのが2005年の春頃でした。えー、っとだから200年から 今何て言いましたっけ7年間その2年えらく時間かかってますけども一つには多分ね出版社さんの方でこれ本当に売れるのかなというのもあったんじゃないかなと思うんですけどもえー、っとなぜ出版社さんとつながりができたかというとその2005年頃かなえー、っとまだ いいまち発見もう,すぐもうすぐ発見っていう時期ですね、えー、私は「英語耳」という掲示板をよく見ていてコメントなんかしてたんですけども「英語耳」の松田さんがおっしゃってることが僕の考えてることとものすごい違ったんで、えー、じゃあ自分でもこれ発音の本出せるかなと思ったんですね。あの僕の考えでは、えーまあ、その時英語の時に至ってはなかったんですけども違ってたんですよ考え方が。 それたまたまその時に私の小学校の時の幼なじみのめっちゃんという人がたまたま出版社さん参集者さんでその時にプロジェクトとかなんかで契約社員的に働いていたのかなそしてその英語など以前でも僕はあのそれなりにえこういうふうに発音したらいいという考え方があってそれを私の父にね実際に言ってそして父が私のお父さんですけどもあの発音実際に発音してもらって。 なん,かなんとなくこう良くなってたんでそれを動画か音声かなんかに、ね、して自分の当時のウェブサイトみたいなのに載せてたんですねそしたらその参集者さんで働いてためっちゃんがそのその動画とか僕が考えてることを参集者の方に伝えてくれてたまたまね歩いておられたみたいな感じでそしてわ興味があるみたいな感じでなって。 そして2005年の春に出版社の方2人が来ていただいてそして英語のど自体はねその来ていただくまでに3ビートは発見されていたんです、ね、ところが、えー、のど発音はまだ発見されてなくて確かうん。参集者さんが、えー、チケットを買って日本,に日本からアメリカに会いに来てくれますよという時に その後でチケットを買われたあとでのど発音を発見してワシントン DC にお二人が代表の方お二人が来ていただいた時には発見されてたんですね。これは何,が何でそんなことを言うのっていうかというとそもそも三秋茶さんが,にがわざわざ日本から来てくださるという時に「いやものすごいメソッドを見つけた」ってもう言ってたんですねでも「ものすごいメソッドを見つけた」と言ってた時にはまだ3ビートしか発見されてなくて。 であの出版社さんが来るとなってからそれまでの、ね、何週間か1か月か知らないですけども喉発音だということが発見されたということでもしあの時に喉発音が発見されていなかったらえらいことになってたみたいなね。